皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。それでは今回はブルートフォースアタックと言われる攻撃手段を用いてターゲットサーバーに侵入する流れを見ていきましょう。今回やることとしては、一つ目がブルートフォースアタックで使用するユーザーとパスワードリストを作成する。二つ目が作成したリストを使ってターゲットサーバーのユーザーアカウントを解析する。この二つになりますね。ちなみにブルートフォースアタックっていうのは総当たり攻撃って呼ばれる手法になるんですけど、例えば3桁の数字を使ったパスワードがあったとすると、パスワードの候補は000から999までの1000通りになりますよね。この1000通りのパスワードを当たるまで全て試す方法がブルートフォースアタックって呼ばれるものになりますね。現実的に3桁のパスワードっていうのはまずないんですけど、例としてはこんなイメージのものですよと。今回使う環境は前回と同じですね。攻撃用の仮 Linux がいて、あとは攻撃対象となるターゲットサーバーがいますよと。環境の詳細については前回の動画でも説明してるんで、わからない方はそちらをご視聴ください。それじゃあまずはブルートフォースアタックで使用するユーザーリストとパスワードリストを作っていくんですけど、ユーザーリストについては enum4linux っていうコマンドがあって、簡単に言うとサンバを介して情報取得できるツールみたいなものですね。コマンドは enum4linux-u の IP アドレスで実行しますよと。結果を見てみると、ユーザーとかルートとかユーザー名の候補らしきものがずらずらと出てくるんで、今回はこの情報をユーザー名のリストとして使っていきたいと思います。で、他にもネット上によく使われるユーザー名とかパスワードのリストが転がってて、例えばこのページに転がってるテキストファイル見てみると、こんな感じでものすごい量のユーザー名がリストの中に入ってるんですよね。全部で624371個。あとパスワードの方のリストも見てみると、1101001000100万。こっちパスワードリストは100万個入ってますね。総当たり攻撃って候補の数が多ければ多いほどクラッキングできる確率っていうのは上がるんで、攻撃する側としてはこういうリストは有用な素材になりますよね。まあそれはさておき、今回作成したリストはこちらになります。ユーザーリストは enum4linux のコマンドで取得したものですね。パスワードリストの方はルートとかアドミンとかパスワードとか1234567とか、それらしいものをリスト化して今回は記載してますね。リリナックスの中にもデフォルトで入ってるパスワードリストはあるんで、こっち使ってもらっても大丈夫ですね。まあ、結構いろいろ入ってて、Adobe トップ&レッドパスとか、あとはコモンルーツドットテキストとか、HTTP デフォルトパスみたいな、まあなんかいろいろその種類に分かれて入ってる感じですね。じゃあこれでユーザーとパスワードのリストが完成したんで、ターゲットサーバーに攻撃してみましょう。仮 Linux にはユーザーとかパスワードクラッカー用の Hydra っていうコマンドがインストールされてるんで、こちらを使っていきたいと思います。この Hydra っていうコマンドなんですけど、結構幅広いサービスとかプロトコルをサポートしてて、FTP とか HTTP とか、あとは SSH とかテルネットもそうですね。今シスコとかオラクルとか VMware とかベンダー系のものも一部サポートしてるみたいですね。今回はその中でも SSH のユーザーアカウントですね、これを Hydra のコマンド使って解析していきましょう。コマンドは -l でユーザーリストの指定をして、 -p でパスワードの指定ですね。今最後に IP アドレスをつけて SSH で実行と。そうすると解析が始まるんですけど、これリストの中身の候補数が多ければ多いほど時間がかかるんで、今回ユーザーとパスワードで、まあ、それぞれ30個ぐらいなんですけど、これでもそこそこ時間はかかりますね。サクセスフルコンプリートで、ツーバリとパスワードファウンドってことで、2つのアカウント情報が分かりましたよと。これで完了ですね。今かかった時間がだいたい8分から9分ぐらいになりますね。で、今回、解析で分かったのは2つあって、アカウント名ユーザーのパスワードユーザー。まあ、これが1つ目ですね。2つ目がユーザー名が MSF アドミン。パスワードも同じく MSF アドミンですね。この2つのユーザーアカウントが解析した結果分かりましたよと。で、これで、ログインできるようになったんで、実際にログインしてみましょうか。SSH でユーザー名指定して、あとはターゲットの IP アドレスですね。パスワード聞かれるんで、さっき出た MSF アドミンを使いますと。これでログインできてる状態になったんで、あとはまあ普通にコマンド叩くと、まあ、こんな感じでちゃんと結果が表示されますよと。今の解析で使ったリストっていうのは、あえて使えるユーザー名とパスワードっていうのを入れてたんですけど、次はその該当するユーザー名とパスワードが入ってないリストっていうものを作って、ちょっと試してみましょうか。そうすると結果としてはどう変わるのかっていうのをちょっと見てみましょう。別なファイルとしてユーザー2とパスワード2っていう、まあその該当するユーザー名とパスワードが入ってないリストっていうのを用意しましたよと。これで同じように実行してみるとどうなるかっていうと、そうするとですね、今回は該当するものがありませんと。要するにこれってリストの中に該当するユーザー名とパスワードの文字列
っていうんですかね、まあ、それが一致するものが入っていないと成功しませんよと。まあ、だからさっき見てもらったみたいにリストの中身っていうのはめちゃくちゃ膨大な数が入ってたりして、数が多ければ多いほど成功する確率っていうのは上がっていくんですよね。いや、これそのリストの中に自分の使っているユーザーアカウントが入ってなければ大丈夫じゃんって思うかもしれないんですけど、何年か前に32億件のそのアカウント情報が流出したっていうのがあって、32億件っていうと今の人口が80億ちょっとぐらいなんで、まあ、要するに全世界の4割ぐらいの人のアカウント情報が流出してますよと。まあ、こんな感じでリストの中身を見ると ABCD 順で並んでて、その中にドメインとかメールアドレスとか、まあ、パスワードとかがこうブワーッと入ってるみたいですね。一応この流出したこれコンボっていうのかコンブっていうのか分かんないですけど、これにはなんかネットリックスとか Gmail とかホットメールのログイン情報とかも含まれてるみたいで、その中には2億件の Gmail アドレスと、あとは4億5000万件の Yahoo アドレスが含まれてましたよと。まあちょっと自分のやつが含まれてるのかっていうのは分かんないんですけど、結構な数の情報っていうのが出ちゃったんじゃないかなと。あとこれ参考程度になるんですけど、ノートンで個人情報流出チェックツールってやつがあって、これネット上だとメールアドレスのチェックだけは無料でできるらしくて、例えばこの私のメールアドレスですかね、これやってみると、一応今のところは流出はしてないですよと。会社のメールアドレスもやってみたんですけど、一応今のところ大丈夫っぽいですね。個人情報が流出してるとこんな感じで、流出した回数とか流出した時期とか、他にもなんかどういう情報が流出したんですかっていうのが見れるらしいんですけど、これでもなんかチェック元がなんかそのネット上のどこなのかとか、どういう法則でそのチェックしてんのかとか、まあ、その辺はなんかよくわかんないんで、まあ、その信頼性っていうかそのあたりはちょっと謎なんですけど、気になる方はちょっとやってみてもいいかもしれないですね。今はヒドラのコマンドで実行したんですけど、同じことがメタスプロイトでもできるんで、まあ、ちょっとそっちでも見てみましょうか。まずは MSF コンソールでメタスプロイト起動して、で起動したらサーチコマンドで生成値関連のプログラムを見てみると、これですね、14番のオームゼリアリーのスキャナー SSH、SSH ログインっていうやつですね。あとちょっと補足になるんですけど、ここにランクっていうこの表記があると思うんですけど、これ何かっていうとターゲットへの潜在的な影響に基づいてランク分けみたいなのがされてるんですよね。例えばエクセレントだとシステムをクラッシュさせることなくコマンドを実行できますよとか、まあ要するにそのコマンドを使ったとしてもターゲットサーバーに対してまあ影響はありませんよっていうことで、これは信用できるモジュールですよと。ノーマルだと一応信頼はできるんですけど、攻撃するシステムのバージョンによっては何かしらの影響がある可能性がありますよとか、あとはローとかマニュアルになってくるとモジュールの成功率がそもそも低いですよとか、まあそういったランク付けがモジュールごとでされてますよと。次にショーオプションズでオプションを見てみると、今回設定するオプションが1つ目が R ホストで宛先の IP アドレス指定して、で2つ目がユーザーファイルで、これはあのさっき使ったリストファイルですね。同じようにパスファイルでパスワードのリストを設定して、で4つ目のスレッドはこれデフォルトが1なんですけど、まあ適当な数字に設定してもらえれば大丈夫ですね。でこれでセットして再度ショーオプションズで見てみると、設定されてますよと。じゃあこれで実行してみましょうか。そうするとスターティングブルートフォースで調査が始まりますね。今回やったことから、ユーザー名とパスワードを入力するアカウント形式のログイン方法っていうのは結構まあ危ないもんなんで、可能であれば指紋認証とか顔認証の生体認証に切り替えていった方がいいんじゃないかなと思いますね。で今持ってるアカウント情報の中でも、これちょっとパスワードとして弱いんじゃないかなっていうものがあれば、まあランダムなものに変更するのをお勧めするんですけど、個人個人で持ってるアカウント情報ってもう結構多いと思うんで、例えば金融機関とか証券口座のアカウントだけちょっと変えるとか、今回の動画を見てちょっと危ないなって思った方は何かしらの対策を行った方がいいかもしれないですね。それじゃあ今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。